神奈川県民の8割が訪れる運転免許の城下町、横浜二俣川。三輪生活。どうも、おはようございます。三輪生活チャンネルの管理人、三輪生活です。神奈川県横浜市旭区二俣川。本日は相鉄線の二俣川駅にいます。二俣川ってどこにあるの？って思われる人も多いでしょうが、神奈川県民にとってはかなりメジャーな場所で、県民の8割がここに一度は訪れています。二俣川には運転免許試験場があり、免許所有者は一度は訪れる場所です。神奈川県の運転免許保有率はおよそ 60%。若い世代も含まれるため低めの数値です。18歳男性の運転免許保有率は 10% 以下ですが、53歳の保有率は 100% です。このように開きがありますが、30歳以上は 90% を満たしています。女性の免許保有率は全体的に低いですが、それでも中高年は8割程度あります。東京に隣接する都市だとしても、車がないとやっていけないのでしょうね。そうなんです。川崎や横浜であれば車は不要ですが、神奈川県西部では自動車免許は必須です。むしろ、車必須の地域の方が多いでしょう。そんなわけで8割近い人がここに訪れるのです。神奈川の免許センターは二俣川にしかありません。二俣川に免許センターを作った経緯は、神奈川県の真ん中だからってことでしたが、全然真ん中じゃねえし。もしここを神奈川の中心とするならば、箱根や小田原などの県西部は神奈川県として認められていないことになります。小田原の方に住む人は免許の試験を受けるのに前日入りするって話も聞きました。私も免許を初めて取りに行った時は始発で二俣川に向かいました。今はアクセスしやすい場所になりましたが、その当時はかなり不便な僻地だったのです。横浜駅で乗り換えなければならないけど、相鉄線がどこにあるかわからず迷うんです。でも2023年に相鉄東急新横浜線ができたため、横浜を経由せずに行けるようになりました。二俣川から渋谷、新宿、池袋まで乗り換えなしで行ける利便性の良い場所になり、駅前には大型マンションもできました。二俣川に来るのは久しぶりです。神奈川県では警察署で免許更新が可能です。そのため最寄りの警察署で更新できますが、有料ドライバーではない人は後日講習を受けなければなりません。5年前、ゴールド免許保持者となった私ですが、その半年後に違反をしたため、講習を受けなければなりません。警察署だと更新と講習が別日になっていますが、免許センターであれば同日受けられ、免許も即日発行してもらえます。ってわけで二俣川に来ました。免許センターは駅から少し歩きます。距離は約 1km ほど、徒歩15分くらいです。バスも出ていますが、久しぶりの二俣川、ちょっと歩きます。こちらはフォルテ二俣川。力強く躍進するという意味なんだそう。商店街ができたのは昭和35年頃。相鉄線が商店を誘致して商店街ができました。バブル以前は繁盛していたそうですが、バブル崩壊とともに景気は低迷。さらには商店街と駅の間に大型店舗ができ、商店街の役割はなくなりつつあったそうです。個人がデパートと争っても太刀打ちできません。そのため街づくりコンセプトを福祉に焦点を当て、活性化を目指したそうです。町内にはスナック、パブが目立ちます。これが福祉の街づくり。スナックやラウンジはあるようです。二俣川は風俗店はなく健全な街です。風俗過疎地には決まって中華系の裏エステができるもんですが、そういった裏の店もないようです。こちら、裏港です。やっぱり裏の店が存在してる。
裏校と呼ばれていますが、別に怪しいところではありません。試験場のある二俣川だから存在している学校です。免許の学科試験は都道府県により異なるそうです。全国共通にすれば良いのですが、これには利権や大人の事情があるのでしょう。このように試験は各県により異なりますが、神奈川県は比較的試験が難しいそうです。引っ掛け問題が多く出題されるようです。赤は止まれ、青は進め、丸か×か。正解は×。青は進めではなく、進むことができる。いやらしいですよね。交通法規を理解しているかを問う試験なので、このような問題が出るんです。でもこちらの裏校に通えば、そんな問題に引っかかることはありません。だってここでは答えを教えてくれるから。法律が改正されれば出題内容も多少変わりますが、基礎的なところは変わりありません。そのため過去に出題された出題文が繰り返し出題されるそうです。全く同じ問題が裏校で聞けるので、受験者は試験前に立ち寄るのです。試験に落ちれば再度二俣川に行かなきゃならない。近場の人であれば億劫ではありませんが、遠方に住んでる人は交通費も時間もかかるのです。免許を取得する機会は公平に与えられなければならないのに、住んでいる場所で差が生まれているのです。二度手間は避けたいですよね。そのため裏校を利用するのです。私も若かりし頃にこの裏校に行きました。当時は田村塾って呼ばれていました。正式名称は田村免許教室。学科試験は朝8時30分から。その前に裏校に行きます。始発で二俣川に行ったのはそれが理由です。試験開始時間までここで問題を暗記するんです。確かイヤホンで問題を聞くんですよね。勉強ではなく暗記。知識の有無を問うための試験ですが、暗記さえすれば知識がなくても試験に合格できる。ここに通うと本来の趣旨とはかけ離れます。でも法的には問題ない。そのためすごい微妙なところなんです。だから裏校と呼ばれているのでしょう。実際に聞いた問題が出るからすごいんです。裏でゴニョゴニョしてると思ってましたが、試験の情報は主催者からではなく、受験者から入手しているんだそう。まあ何十年もここで営業してるんだから、不正はしていないのでしょう。でも裏校って呼ばれてるってことは、かつては本当に裏校だったのかもしれません。普通に自動車学校に通っていれば、学科試験は問題なくクリアできるはずです。でも、念には念を。3000円で安心が買えるなら安いもんです。久しぶりの試験場ですが、どうやら新しくなったみたいです。以前は試験場通りの右手にありましたが、現在は左手にあります。2018年に新庁舎に移転したそうなので、私がここに来るのは6年以上前だったようです。オープン1時間前に到着しましたが、長蛇の列。ほぼパチンコ屋の並びと一緒です。30分ほどすると中に入れます。手続きは機械で、オープン時の人数はおよそ300人ほど。思ったのですが、ここにいる人たち誕生日が近いんですよね。更新は誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後まで。つまりここ2ヶ月の間に生まれた人たち。なんか親近感が湧きますし、隣に並んでいた人は同じ誕生日でした。366分の1。同じ誕生日の人に出会う確率はジャグラーの設定1より低い確率ですが、ここでは60分の1なので、大花火のチェリー出現率くらい。手続きも1時間の講習を受け、免許更新できました。次の更新は3年後でしょうか。このまま何もなければ、再度ゴールドになります。ゴールドになればここに来なくてよいので、違反をしないよう3年間精進します。
ということで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。このチャンネルは、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。